会王者、うん、あの大井賞はねフルカットされてるけど、うん、なんとね本戦は決定したということで、ありがとうございます。おめでとうございます。前回の動画でさ、さっさんバカにされたやん、フランスキー、うん、ギャフンって感じやろ。まあまあまあ、勇気言われたもんね。多分この感じだとスパーリングもそんなかわしないんで言われて、うん、聞いてる話ではなんかもう一発二発でバンやん。あれも持ったよね、ちょっと、うん、持ったちょっと。俺らが言うのは、お前が盛るからね。あ、そうやね。うん、二三発ボンボンボンってやったらなんか持ったよ。そんなことないよ。撮ったよね。で、試して3回やった。うそ、そんなエグい怪我させたんやん思うて。血しぶきも止まらんかったって。あ、言ったんちゃうね。出れたことは意味があるよ。それがすごいことや、うん、オーディション勝つとあれようが。とりあえず今年はね、掴んだからね。まあね。だからもう相手は元気ジャパンさんだよ。お、え、ナンパの本格的やろ。ほぼ確定で、なんかあっちなんかない限り元気ジャパンさん。元気や。そもそも敦貴出すまでもなくね。あら、あら、まあ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 、あの日画面初めてやったけど、それからねボクサーの方とかプロの方とかとやってガンガンレベルアップしてるわけで、俺めちゃくちゃ自信が正直めっちゃあるよ。まあ、オーディションの裏側がもうすでに公開されたやん、ノーカットで未公開映像が。でそこに今までなかった敦貴のスパーリング映像とかがあるわけよ。だから今からそれ見てもらおうかなと思って。ああ、そう。プラスでその敦貴が試合前の映像とかも撮ってあったやん、オーディションの時に、うんうん、個人的に、うん、マジで上がってない未公開プラス、そうそうそう、スパーリングが、もう裏側みたいなのが、ね、本当に、そこで対戦相手の健三選手とも喋ってるからね。しじゃあ、ね、あのスパーリングの映像プラスその本当の裏側、うん、もうちょっとね見てもらいます、はい、VTR な、どうぞどうぞ。はい、こんにちは、敦貴です。次に明日ブレイキングダウンのオーディションということで、今から、東京の方に向かっていきます。よろしく。はい、ということで、東京のメンバークッスンと合流しました。はい、皆さんお久しぶりです。俺の最寄りになんだかんだ来るの初めてやからね。初めて、東京でクッスンとこうやって会うのは初めてやな。そう、3時間半ぐらい移動してきてお腹ペコペコなんで、飯でも食べに行きましょう。まあね、飯食って明日に備えんだからね。はい、お願いします。よし、じゃあ手短に行きましょう、はい、行きましょう。今日の晩飯はホルモン焼きに決まりました。食いたかったからね、うん、早速明日に向けて、食べていきます。たくさん食べましょう。じゃあ、ありがとう。失礼します。火消しの氷で少し冷えてしまったら言いましたけど、はい、はい、やっぱ東京にね、仲いいやつが来てくれるのは嬉しいですよ。はい、俺ちなみに2年間だったわけ、うん、社会人の2年間友達ゼロ人です。お前ゼロ？ゼロです。うまっ、うまっ、最高。明日の一本目はどんな感じだ。明日ですか。まあ、明日はオーディションだけど、試合をしようと思って、オーディションに行くけど、本当に試合をしようと思って、まずみんなで本戦行きたいわ。みんなテレビ行きたいわ。行きたいよ。いやー、クスンごちそうでした。いやー、マジでうまかったね。いや、うまかった。結果的にクスンにごちそうになっちゃって、うん、いやー、申し訳ない。いや、全然いいっすよ。ありがとう。明日頑張ってくれれば、全てが手にされる。そうやね、明日、明日マジでこの分頑張ります。店員さんに普通に会計してるんですが、あんだけいっぱいありましたけど全部食べれましたって言われて、まあまあ厨房に何人おんのって確認されたってマジで言われたから。いや、正直マジで食いすぎた。ちょっと歩きますか。そうだね、お願いします。いや、行きましょう。はい。衣装クッスン一人暮らしの部屋めちゃくちゃ整理されてて、ちょっとびっくりした。この辺とか生活感満載や。やばいよね、うん、使いかけのケチャップ置いてあるよ。ケチャップってさ常温なん。常温じゃないっけ。ケチャップって常温やよね。ケチャップってどうなん。じゃあまた明日に向けて、準備していきたいと思います。はい、じゃあおやすみ。おはようございます。もう会場付近まで来てるんで、あ
とはやるだけですね。あ、やるだけです。前回のブレイキングダウンで、大活躍してたセリナさんですね。今ちょっとあの会場の目の前で、たまたまお会いしました。お願いします。お久しぶりです。お願いします。緊張します。出るんですか。どういうかオーディションにも出る。オーディションに出る。あ、そうなの。びっくりします。よろしくね。はい。じゃあ行ってきます。行くぞ。はい、じゃあね。今から試合ということなんですけれども、はい、まあ、うまいこと落ち着いて喋れたかなと思うんですけど、うまいことあのスパーリングまで振り付けたんで、まあ、そこでしっかり勝って、ノブアラ選手絶対いけますよ。改善表明したいと思います。いっちゃいましょう。ドカンと一発ハゲ頭いっちゃいましょう。よーし、頑張ってください。ありがとうございます。はい、強いところ目指してるんで、そこを勝負する機会なんで、ここで倒して次も僕繋げたいんで倒します。楽しみにします。ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ強いっすよ。バカでかいんだけど。もう初めてこの辺食らったんですけど、バカ痛いっす。石当たったみたいです。YouTube のチャンネルの方が、新宿109って言って詐欺撲滅活動詐欺師に突撃したりしてるんで僕たちはちょっとそういう感じのことやってるんですけど。あ、マジですか。あ、そちらのチャンネルエグいっすね。いや、大野さんも一緒に行きましょう。突撃マルチ解明されて機会があればぜひぜひお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上がスパーリングと裏側になりますね。うん、やっぱ限るね、ああいう舞台は。あ、感銘ありのなんかバチバチなルールね。この前もなんか怠慢してるとか言ってたもん。前もやろよ、それ言ったら。でも怠慢一回買ったことあるよ。怠慢あるあるらしい。あるらしいね。なんかお前のこと小学生やんとか言ったやつ僕そうだ。こいつがボコったやつの大将出てきたやな。そう、その大将とやったこいつの友達が怒られた。おい、負けやん結局。ひどい、よう喧嘩になれんだな、うん、お前原因多いぞ。先輩に唾吐いて喧嘩ふっかけてきたら、たまたま相手悪く熱くやってその子もボコられてるマジでそれ二個目の先輩がね、チャリを通った時にそいつの中でパーッて唾吐いてたからその先輩の子で返ってくるのおい今誰やんの時になぜかヒロキ俺の後ろ隠れてわけわかんない。こいつもちょっとやりたい感もあってんねん。名はいいやし、もう俺あっちはもうその年も試合決定で、あ、元祖ブレイキングなんや。そうだ。で、どなた相手？看護師勧められちゃった。看護師勧められた。で、俺ふっと見た時にここにある俺の名札がないわけよ、うん、え、俺の名札ないじゃなくて、よう見たら単語の奥に落ちろやってん。そしたら同じ校訓のね、あの大人しいやつが、あ、お前ら何しとらんって言ってな、お前のなんかバチョッチョロかっつってなんか俺がやってやるっつってで、チョッチョってやった時に翼が後ろから、おい残り相撲当たる。最高だよ。ちょいちょい、このまんま沈む。お前バイト先でもお前絡まれたやん、ドクダミンゴみたいなやつに。それはお前やん。ほら、はま寿司のバイトこの2人でやっとって、うん、で帰りにチャリンコね、うん、こうやっとって横断歩道のところで、はいはいはい、ちょっと車でちょっとギリギリになってんの、ね、普通だろ、すいませんみたいな感じやけど、こいつブレーな。めっちゃ、ありがとうございます。美味しくいただきます。
あの期間も本当に少ないけど、俺ら一応スポンサーあのこの道着の子に入れてる、うん、あれ募集しとるから、まだ募集しとるから、ね、そう、あのもしあの何人かも決まっとるんやけど、うん、もしまだあのスポンサーをやりたいって方がいたら、うん、あの DM、うん、インスタね、そうインスタの DM に送ってくれたら、うん、あの詳しく値段とか詳細とかも教えるんで、企業さん向けのものもそうだし個人向けにもあの両方スポンサーを募集してるんで、あ、うん、個人でもいけると思う、うん、だし気になった方はもうなんか詳細とかめっちゃ気軽にどんな感じみたいな言ってくれれば、僕らもちゃんと対応します。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで、まあ、本戦は2月19日、うん、まあ、俺ら全員東京行って応援もするし、まあ、ファンの子もワンチャン会場来れるんだよね。会場は全然まだどうなの、公開されてるから、チケットを買ったらペーパービューで、あれとも見れるからぜひ応援お願いしたい、応援してほしいね。今の予定だったら入場みんなでする予定だったんで、ほら歌作って言っていいのかな、歌、あ、もう今日レコーディングしてきたからね、出してきたね。なんかその映像もまた今度上がるんやけど、うん、まあ、俺らでいろいろ考えとるから楽しみにしてほしい、うん、ぜひぜひ。俺ら3月にあのオフ会決まっとるやん、うん、おで、まあこれまだ日程とかね変更あるかもしれんけど、うん、まあ、オフ会やるから行ってほしいんだ、来てほしい、来てほしい、そうやね、直接会える機会もあんまり多くないからね、うんうん、よかったら皆さんオフ会でもお願いします。はい、じゃあ皆さんね、2月19日の本戦を楽しみにしてもらって、はい、まだブレイキングダウン以外の動画もめちゃめちゃ上がるんで、はい、そっちのもぜひ見てください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。うわっ、ありがとう。